ベジダ・ジョルダーニ・サルトリは、イタリアのチェンマロ奏者、フェルトリの出身。母親の手ほどきで3歳からピアノを始め、4歳で、ビットリオ・エマヌエーレ3世の午前で演奏を行った。5歳の時には、ベネチアのベネデット・マルチェロ音楽院の入学を許可され、ピアノを専攻。そこで2位の三ン女と知り合い、デュオを結成して、好評を博した。 第二次世界大戦が始まると演奏活動が制限されたが、その間にチェンバロを知り、サンタチェチーリア音楽院のフェルッチョビニャーネリにチェンバロ奏法を学んだ。その後、プラハでリサイタルを開いて、チェンバロ奏者に転校した。また、トリオアンティコ、ムジコルムアルカディア、ベネツヤ企画合奏団などのアンサンブルを結成し、チェンバロとた楽器の合奏に熱心に取り組んだ。 音楽学者として、バルダサーレ・ガルピの作品の発掘及び紹介を積極的に行い、18世紀イタリアの音楽研究に一石を投じた。教育者としては1955年から1963年まで、セチェチーリア音楽院、1958年から1970年まで、ミラノのジュゼッペ・ベルディ音楽院、 1970年から1973年までベネデット・マルチェロ音楽院でそれぞれハープシコードの講座を担当し1974年から1980年に退任するまでジュゼッペ・ベルディ音楽院に戻って教鞭を取った1978年からは古学のための講座を開講し1996年に体調不良で引退するまで講座に関わり続けた ローマにて没。エギダサルトーリフォンジーネジョルジョチーニーアンラス。2020年2月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年2月18日閲覧。AB、エギダジョーダニーサートリハーポシコーディスト。2014年10月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年10月25日閲覧。エジダジョルダーニサルトリディスクックスハット。 ポンジーネ・アルティスティカ。2014年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月25日閲覧。ありがとうございます。